バクー国立大学は、アゼルバイジャンの首都バクーにある大学である。アゼルバイジャンで最古の大学であり、国内最高学府と称される。創立時の学賞1919年9月1日、アゼルバイジャイ国民議会の決定により、4学部1094人の生徒を集めて創立された。初大学長は、下界のバシリス・ラズモフスキー。医学部の学生1930年に、 政府の人民委員会が高等教育機関の再編を行い、高等教育研究所に置き換えられたが、1934年に再建された。創立40周年となる1959年時点で13学部を有し、それ以前に存在した医学部と経済学部は、アゼルバイジャン医科大学とアゼルバイジャン国立経済大学として分離された。 2021年現在は16学部を有する。創立100周年を迎えた2019年には、アゼルバイジャン国内やウィーン、パリのユネスコ本部で記念祝賀会が行われ、大統領令により、バクー国立大学100周年記念賞が113人に贈られた。旧ソ連構成国や東欧諸国、中東諸国の大学との協定、提携協力が盛んである。 2000年には、東洋学部局等言語、文学科に日本語講座が開講し、日本文化、日本語を学ぶことができる、国内唯一の高等教育機関として、アゼルバイジャンにおける、日本語教育の中心的役割を担っている。ありがとうございます。